風スリブロです。今回ですね、配給のバレエを続けていないキャラの進路のまとめを行っていきたいと思います。バレエを続けてるキャラのまとめは他の動画で紹介してますので、そちらをぜひご覧ください。アニメ派の方はネタバレにご注意ください。まず宮城県のチームのキャラから紹介して、その他のキャラを紹介、学年順に振り返っていきたいと思います。まずカラスの3年生から紹介します。沢村、宮城県警生活安全部、菅原、小学校教諭、あずまね、アパレルデザイナー、清水、田中と結婚して今は田中です。スポーツショップ店員。以前コメントで菅原の小学校で沢村が交通安全教室とかやってたら素敵ってあって、僕も素敵ってなりました。次2年生、田中スポーツインストラクター、縁の下理学療法士、木下鉄道会社勤務、成田不動産会社勤務、西野屋は旅に出てます。縁の下の最終話でのシーン、これもコメントにて、青葉整形外科で枠谷南線でのセリフを白鳥沢の学生に言っていますねってあって、すげーって思いました。ちなみに私リベロ作業療法士です。いや聞いてね、西野屋はブラジルで日向、イタリアで影山に会っててほしいですね。次が1年生、山口家電メーカー勤務、八千東京の広告デザイン会社勤務。山口はカラスノが全国に行ったことを面接官が知っていて、就職有利になるという裏設定があったみたいです。八千は大学時代は母親のデザイン会社でアルバイトしてたみたいですね。マネージャーやるって言ったあの日から自分の道は自分で決めれるようになってたので、東京行きも自分の意思で決めたのかなとか勝手に想像してます。その他のカラスの関連のキャラ行きましょう。田中紗恵子、バイクショップ勤務、和太鼓集団ウゴーの代表やってます。ちなみに日向はビーチの時このウゴーの T シャツ着てましたね。月島来てる、文房具メーカー勤務、影山美和ヘアメイクアーティスト、ツイッターのおまけにて現在モデルのハイバアリサさんのヘアメイクされてました。宇大天馬、元小さな巨人、漫画家、週刊少年バーイという少年誌でゾンビ剣士ゾビッシュという作品が打ち切りになり、その後メテオアタックというバレエ漫画を連載してます。このオカルト系からバレエ漫画の流れは古舘先生と同じ流れですね。ファイナルガイドブックにてメテオアタック制作時の読み切りがあるので、ぜひご一読ください。道宮由衣、東京でホテルスタッフとセパタクローの選手やってます。セパタクローに関しては一本動画を作ろうと思ってますので、その際はぜひご覧ください。続いて青葉城西です。3年生、花巻、東京で転職活動中、松川、葬儀会社勤務。花巻は無職にするか迷ったみたいですね。2年生、矢幅、スポーツインストラクター。渡り、神奈川の水族館勤務。矢幅は同じくスポーツインストラクターやってる田中と関わりあったら面白いですね。渡りの神奈川の水族館、職場特定してやろうと思って調べてみたんですけど、3つ大きい水族館が出てきました。この3つのどれかかもしれないですね。1年生、国見、111銀行勤務。実際宮城県には77銀行ってのがあるみたいです。他にも長崎は18、長野82みたいに他県にも数字の銀行あるみたいですね。私の県は何番がありますとかあったらコメントにて教えてください。続いて伊達工業、3年、モニは溶接工、笹谷山形で主婦、鎌崎家具職人。2年生は情報なくって1年生に移ります。作並建設会社勤務。続いて白鳥沢、3年、天童ショコラティエ、セミ、公務員やりながらバンドマン。天童のショコラティエはどぎも抜かれましたね。ほぼノーヒントで最後まで行って情熱大陸に出るほどになってました。2年、調ぶ、2018年時大学医学部5年、川西、2018年時東京で大学4年、居酒屋バイト。2021年では調ぶは無事医者になれたんじゃないかなと思うんですが、川西は2018年の時留年してましたし、ちゃんと就職したか心配ですね。最終話の白鳥沢 OB 集合の時に一人だけ来てなかったので、とりあえず宮城にはいない、そして忙しい、もしくはまた交通費が無理なのかなって感じですね。そしてその他の宮城のチームのキャラ見ていきましょう。常禅寺の照島、2018年時に美容師見習い、美容師になれたか気になりますね。枠谷南の川旅、旅行代理店勤務です。それでは宮城県以外のキャラに移りましょう。まずは猫間、3年からですね。貝、造園業、樹木医。2年、小爪研磨、株式トレーダー、プロゲーマー、 YouTuber、 株式会社バウンシングボール代表取締役。いや多いわ。クロウが言ってた研磨と日向のコラボ動画見せてくれ、声優さんで実現してください。そして福永、お笑い芸人、飲食店アルバイト。これからアルバイトせずお笑いで食っていけるようになります。もう断言します。1年、犬岡保育士、手代、
塾講師、リエーフ、モデル、ファイナルガイドブックのリエーフへの古舘先生の一言が、目立ちたい気持ちでどんどん進んでハリウッド映画とか出ちゃうって書かれてました。多分出るんでしょうね。その他の猫間関連のキャラです。山本茜、出版社にてインターン中、ハイバーアリサ、モデル、先ほども言った影山の姉ちゃん、美和さんと関わりがありましたね。この流れでもう一人、山下美香、東京で看護師やってます。ファイナルガイドブックにて多忙と書かれてました。今特にこんな世の中なので大変でしょうけど、頑張れ美香ちゃん。続いて袋田に3年猿食い区役所職員コミ役者マネージャーの白福千葉で食品メーカー栄養士スズメダスポーツプロモーター。スズメダさんのスポーツプロモーターという仕事はオリンピックでも活躍するような仕事みたいなので、僕とたちが出てるオリンピックで頑張って仕事してたら素敵ですね。そして僕ととの絡みも見てみたい。2年赤足大手出版社週刊少年漫画誌配属、本当は文芸希望だったみたいですね。続いて稲荷崎3年来た農業ちゃんとという名前のお米作ってます。大耳大阪で税関職員、赤木高校体育教師。赤木は稲荷崎じゃない高校でバレー部顧問やってて、稲荷崎と戦ってほしいですね。猫間対猿川みたいに指定対決見てみたいです。2年宮治おにぎり宮の店主、銀島ジムインストラクター。続いてカモメ大3年諏訪写真家、野沢埼玉でウェブマーケター、神林社会福祉士ですね。2年昼神獣医師。最後おまけです。江永文スポーツライター、高校2年生の時の星海をインタビューしてた方ですね。今ではずっと星海の追っかけをやってます。増本菊太郎日本バレーボール協会大会運営事業部、カラスの対稲荷崎をひばりださんの横で見てた人ですね。ブラックジャッカル対アドラーズの試合での日向厚夢の変人速攻の際にひばりださんの言葉を思い出してました。はい、いかがだったでしょうか。11月24日の火曜日にですね、女子 Vリーグディビジョン1久光スプリングス対 NEC レッドロケッツの試合の感想動画を上げようと思ってますので、ぜひご覧ください。これから配球の妄想動画や配球のゲームバラエティ動画も上げていきますので、よろしくお願いします。ということで本日もあざした。 SNS の告知です。ほぼ毎日ブログ更新、週1でインスタ更新、ツイッターやってます。動画の情報など先出ししてますので、フォローよろしくお願いします。